じゃあとりあえずね、前のバトル殻を破るねカメックスに負けましたんで、ちょっとねその辺も考えていきたいかなと。殻を破るカメックス、そうなんだよ。なんか殻を破るまで当たったのは想定内だったんですけど、あそこ殴んなかった。だからアクアジェット持ってそうだなって本当に持ってたのが想定内だったんで、ちょっときついんですけど、ちょっと待ってくださいね。全国図鑑。純粋に、殻を破るをカメックスがどう覚えるか次第で育成変わるんで、卵技になるのかな、やっぱり。猫魂も卵技だ。アクアジェットも卵技。いや、ただ殻を破る自体は持ってないのかな。あ、殻を破るはレベル技だ。なるほど。つまりアクアジェットが卵技になるんで、うちのパルシンとオスメス、多分オスもいるはずなんだよな、どっかに。パルシン、そうですね、オスいるんで、だからパルシンと多分卵グループ一緒のはずなんで、絶対。あ、どうなんだろう。卵グループ水中1。ちょっと待ってくださいね。ちなみにパルシェンの図鑑ナンバー91番か。じゃあこっちから行っちゃっていいや。水中1と、ちょっと待ちくださいね。91番。9や、ここか。パルシェンの卵グループは、水中3だからちょっと違うんだ。水中1って誰だ？BDSP の水中1の卵グループは、なるほど、ラプラスがいるわ。あと、白竜とか海竜。なるほど、ジュゴンか。ジュゴンならアクアジェット持ちそうだな。オムスターたちの近く。ここだな、ちょうど。ジュゴンがいねえな。こっちか。持ってない、つぶてのみか。なるほど。そうなると、マリロリが水中1だ。マリロリがどっかにいたな。うわ、よりによってメスだ しかも持ってない。そうなると、あ、シザリガが水中1だ。まさかの。OK、シザリガがオスなんでこれ使えるわ。シザリガのオスとカメックスはこっちにあるんだよ。特性が特攻ぶっぱ攻撃。種族値的にもどっちなんだ、多分二刀流か。ちなみにちょっと待ってくださいね。ちょっと種族値見てみるわ。多分あの人物理型にしてたんで。どうなんだろう、命中率考慮した感じなのかな、おそらくは。どうなんですかね。まあ、ドロポンが確かに命中、あ、でもドロポンが確かに命中率は70なんですよね。だからその辺考慮して滝登りにしたのかなと思うんですけど。一応カメックスの種族値見ると、攻撃83、特攻85だから、やっぱり特攻の方がちょっと多いのか。なるほど。だったらこのカメックスそのまま育成するか。まあ、ちょっと殻を破ってますんで。マクアテールもあるし。そうね。このカメックス使うか。ここでいいや。そうですね、一応もう一回対戦いってみましょうか。まあ、今日はそうですね、これで一旦対戦して、多分今充電が70ぐらいまでいってるはずなんで、そうですね、70ぐらいか。なんで、ちょっとそうですね、休憩しながら、充電しながら、まあ、ちょっとね、のんびり休みたいかなと思いますんで、そうですね、じゃあ一旦待機しましょうか。でもあのカメックスって多分おそらく弱点あると思うんですよね。多分タスキも出してたのかな。お、結構対戦もいいね。まあ、とりあえず待ちましょうか。じゃあとりあえずね、一人対戦終わって、まあ、聞けたんで、まあ、行きましょうか。で、ちなみに、やっぱり、ね、あのカメックスがね、どういう技を覚えてるか、でも滝登り持って、アクアジェット持って、おそらく物理系のカメックスだと思うんですけど、
特性10パリンでもしたのかな。確かに種族値が2しか変わんないんで、まあ、10パリンでも全然通用すると思うんですけど。上2体が伝説以外で、あとはまああんまりって感じか。もしパルシェンでいいでしょって。まあ、新作モデルって話変わるけど、まあ、大丈夫でしょう。多分ね、あれね、俺おそらく思うんだけど、樹海にはちょっときついと思うんだよね。樹海の特性が確か軽技なんですよ。俺それ作ろうとしてるんですけど。だから、リーフストームに白いハブを出した樹海にすると、まあだから特攻が下がるんですけど、だからその特攻が下がんなくなる分、あれなんですよ、素早さ種族値も、軽技の影響で確か倍になるのかな。だからもともと樹海みたいなのが素早さ高いんで、結構いい方になるんですよね。そ したらパキレス電光石火持ってたって怖いな。おそらくね、俺今回カミックスは作んないと思います。作らずに俺多分樹海院の方が育成に回ります。多分そっちの方が利口だと思う、ぶっちゃけていくと。人の真似してもつまんないしね。まあうちのポケモンほぼ半分が真似ですけど、他の人の。ほっぺスリスリってなんだっけ、混乱させるやつだっけ。確定麻痺か、なるほどね。なるほど。多分あれか。BDSP かなんか剣立てからの新しいですかね。僕知らないけど。まあ、それラボリで。あ、でもどうだろう、素早さ上がってるけど半分麻痺だからな。まあ波動弾か。まあこれは確定で落ちるんでしょうがないんですけど。あのほっぺスリスリ結構痛えな。まあ波動弾か。ちょっときついな。でも相手のパーティー見ると、あとこれとアルセウスか。レックザか。クーザーほぼ落ちたな。 まあ、とりあえずエテボス一旦行くしかねえか。とりあえず猫騙しで。引っ込めてくれたのでけえ助かる。あ、そっか、ミカルギか。うわ、なるほど、それはうまいわ。それはうまい。しかもプレッシャー持ちか。いや、ミカ、猫騙しのプレッシャーどうでもいいや。オッケー。だったら話は変わるわ。そうだね。ミカルギーでマシさ。俺のミス。それはうまい。パルシーヒントで、何も考えてなかった。残念でした。うちのミカルギーはあなたに打点ございません。うちのミカルギーに、うちのエテボスは。そして猫騙しは不意打ち意味ないので。まあでも不意打ち、あ、でも猫騙しはこんなもんか。お、怪しい光か。いや、むしろ怪しい光大歓迎なんだよな。ってことは、ここおそらくもう一回不意打ちドローマンやるとしたら。だよな。だったらあのパーティー見てもぶっちゃけリザードンは切れるんだよな。おそらくあのミューズ絶対10万ボルト持ってるんで。リザードンはね、先生唯一ないうちの特殊型なんで、リザードンは切れるんですよ、ぶっちゃけ。相手良くて不意打ちだろ。冬打ちかシャドーボールか。なるほど、置き土産頭いいな。置き土産頭いいな。 全部のあれが下がるんでね。あの物理だけか下がるの。もう普通にレッグ座か。どっちにしろまあ、リザード全部下がっちゃってるんで、多分無理でしょ。イエロー入れたら奇跡なぐらいなんだよ。あ、まあそんなもん、まあむしろそんなもんでも入れたらいいや。相手よく龍馬に積む時間あった。お待ちくださいね。
でも、ここはまあ、でも潰れるしかないんだよな、ぶっちゃけ。まあ、激鱗か。いや、でもむしろここを激鱗打ってくれたのはアドなんだよね。でも、おそらくキーノミとか持たしてると思うんで。いや、でも逆に言ったらあれか。特攻がクッと下がった理由の波動でこんなもんだろう。効果抜群とは言ったもん。ぶっちゃけ結構刺さるんじゃね？猫魂。あ、まあまあ、でも、まあ、モデル刺さったな。で、ここ、確定で混乱するじゃん。まあ、2、3ターンで多分ね、確かでも、激鱗ってね、技が外れた時点で混乱するんですよね。技が外れた？まあ、そんな感じなんだよ。もう一回激鱗されると、多分、ぶっ破されるんで。耐久ガルーラ、どんなもんだけど、一応、このガルーラぶっ破れちゃってるんで、きついんですよね。どうしようかね。ガルーラ、いや、デックーザのみだろ。で、ミカルゲいるんで、いやね、ぶっちゃけミカルゲね、あのアクアジェット圏内で落ちるんで、あ、しかも置き目で潰れてんだ。そうなると、ぶっちゃけアルセウス倒したっけ？いや、倒してねえんだ。どうしようかな。いや、エテボスは突っとくしかねえや。一旦ガルーラ切るか。いや、申し訳ない。ほんとはガルーラ切りたくねえんだよな。いや、あの置き土産はね、ぶっちゃけ想定外だった。あれはうまいわ、本当に。あ、なるほど。ガレオ転生できたんだ。まあ、どっちにしぶっ破されんじゃん。ぶっ倒れんじゃん。まあ、でももう一回エテボス出すじゃん。一応これで3対4か。一応猫魂打って、オッケー、そこ入ったらでいけ。で、残りはアルセウスか。あのアルセウスがどういう型か。これもんでるのがさ、レックウザがさ、フェアリー弱いからって鋼にされてたらクソ終わりなんだよな。あ、でもしたらインファイトでぶっ破できんのか。私たちもエテボス切ることになるんで、きついんだよな。なるほど、ドーブルか。いや、でもドーブルって待って、変身するしか能力ねえよな、確か。たら、とっておきぶっぱできるわ、先に。スピード絶対ドーブルの遅いはずなんで。まあ、メタモンみたいなもんなんですよ、ドーブルって。タスキ持ちか、うまいな。タスキ持ちのドーブルか。おぉ。あ、なるほど、キノコの持ちか。うまっ。あ、それはうまいわ。ドーブルってキノコの持ち覚えんの？ ちょっと待って。こうなったぐらいだったらいい。起きろ、起きろ、エテボス起きろ。ナイス。多分あいつバトンタッチしようとしたな。特攻あげたってことは絶対バトンタッチで。ちなみにキノコの星なんですけど、調べたら。待って。BBSP でさ、キノコの星覚えるの。この4体だけなんだけど。ってことは卵技？どういうこと？いまいちわからん。どっちみちここはもう、まあ、それミュウツーいる限り無理なんで。だよな、波動弾の方が絶対早いんで。どっちみち残ってんのが、まあ、左側と豪華だな、これは負けたわ。まあ、伝説出されるときついわ、やっぱりさすがに。どっちみちおそらくサイコブーストだと思うんで。まあ、炎のパンチね、殴るしかねえ。あ、サイコブレイクか、ごめん、俺ずっとブーストつってたわ。まあ、シザリガーじゃ絶対落ちれないんで。いや、こいつでもうまいな。まあ、半分が伝説だより言ったら失礼かもしんないけど、まあ、うまいっちゃうまいよね。むしろ、6対、まあそうね、1対2まで落ち込め、追い込めただけでかいわ。さあ問題はドーブルだよ。一応ドーブル見ると、ちょっと待ってね、ドーブル見ると、スケッチしか技覚えねえってよ。
技マシン一切無理、卵技一体無理。これっすね。一応これいつも俺が使わせてもらってるサイトなんですけど。ちょっと待って、一応これっすね。これ一応ね、こういう風にBDSP のサイトも売ってるんですけど、まあ、ダイパリメイク。で、これですね。ドーブルの入賞書と覚える技。覚える技、ここなんですよ。一応特性がこんなもんで。これ。覚える技。卵技一切無理。技マシン一切無理。レベル技。スケッチの。ってことは、このドーブルさ、合成ドーブルってこと？多分そういうことになるよな。いや、これは無理だわ。所詮あれだぞ。ぶっちゃけ話じゃ悪いけど。合成ポケモンには勝てるわけねえや。うちのポケモン腐っても純正だもん。まあ、腐っても再生だけど。一生懸命させてもらいたいし、腐っても失礼だ。多分あの女の子イラつくんじゃね？まあいいや、とりあえずもう一回だけなんか声かけて対戦できたらまあ行きましょうか。とりあえず行きましょうか。どういう感じになるか。なるほど。でも、キノコの星と、なんか裏技でもやったのかな？そうなんだろう。そこがいまいちわかんないんで。なんか新しいさ、今回のそのポケモンの、まあ、先週発売された作品もさ、なんかバグ技が多いって言うけどさ。レベル低くて助かった。まあ、そうね。まあ、伝説2体いるんで手加減はしねえけど。まあ、強いて言えばこういう感じかな。いやーでも納得いかねえ。悪いけど納得いかねえぞ俺。おそらくバグを生かしたかなんかだと思うんだけど。どうなんだろう。俺もそこいまいちわかんないですよ。申し訳ないですけど。ええー、毒味すんの？うん、ビンゴだ。なんかおそらくバグ技採用者ドーブルっぽいな。バグ技なのか活かしたのかわからんけど。だよな、俺ドーブルがスケッチしか覚えないからおかしいなと思ったんだよ、一瞬。まあ、いいよ、別に。
むしろ伝説なしでね、あの伝説2体使いで、まあ1対2まで追い込んだんで、まあまあ、むしろ成長と言ってもいいでしょ、全然。俺はめんどくさいことはしない。キノコの方針はキノコが頼み、あとパラセクトか。まあパラセクト素早そうにでいいですけど。したらそうね、とりあえずは殻を破る対策のポケモンを作りたいんで、一旦今日はこれで終わりかな。まあ、ジュプトルもおそらく攻撃物販になるのかな。まあ多分特攻物販にしますけど、リーフストーム系にしたいんで。あれ、俺どっちのジュ、キノ、あの、キノ、あ、なんだっけ、キモリ産んだっけ。あとで確認しよう。まあ、これ終わったらちょっと確認するんで。わざわざ面倒くさいポケモン作ったのか。頭いいな。これなんかそうね、頭いいやり方したのは褒めるわ。俺はそういう頭や難しいやり方嫌いなんで。まあ、なんか人いたらもしかしてやるかもしれないけど、尺的な8分か。いや、人いないからやめた。昨日、そうですね、今日、まあ、ロトも終わったら、ちょっとキモリにしますんで、育成。キモリはどっちだ？多分一応ね、特攻型にしたと思うんだよな。あ、ごめん、そうね、キモリあれかもな。あれついてねえのか、ポケロス。まあ、ポケロス付けになるんですけど。ごめん、素早さぶっぱだ。失敗したら特攻ぶっぱにしようよかった。うち、そうそう、余計素早さ育成できるんで、まあ、ありかな。一応、次回の、まあ、ステースがこっちに出るんで。一応まあレベル100？なんか一応、しかもお前一応あれなんだ、6V だったんだ。これ 6V って言うのかわかんないんだけど。一応 6V の次回んで、まあ明らかにと、まあ、特攻が下がってるんで、特攻のあれで攻撃下がっちゃってるんで、まあ素早さに行っちゃったんですけど、まあ、それでも307あるんで、まあレベル100で307、どんぐらいなんだろうな。まあ、このね、リザードがノーマル279か。メタグロス405。まあそこ考えてみればなんかね、と。特攻ぶっぱにすれば、まあ、それはいくと思うんですけど、まあ、別に今回の、ね、特攻させなくても、まあ、素早さぶっぱできるんで、まあ、これでいきましょうか。というわけで、ちょっとなんか気持ちよかったんで、一旦ちょっと休憩し、まあ、そうですね、午後のんびりやっていきたいかなと思います。ではまた次回の動画で視聴ありがとうございました。